僕が一番大事にしてるのはやっぱりその車がそのシーンに合ってるかどうか、その車を持ったらあこんなとこ行けるんだな、こんなシーンに出会えるのかなっていうようなことをこう与えられるような写真を撮りたいというのはいつも常々思ってて、簡単に言ってしまえば、まあ、かっこいいなって思って綺麗だなって思ってもらえるような車の写真を撮れるようにしたいなと思ってます。どちらかというとちょっとコントラストが高めでパキパキっとした写真が車の写真がどうしても多くなってしまうんですが、そんな中、まあ、ちょっとこう明るいところから暗いところに落ちていく感じがとってもこう自然というか、その階調というかグラデーションというかこう落ちてる感じがなんかこう富士フィルムらしいかなと。中盤の魅力というのは解像力というかその高密度な NSX のそのボディの滑らかな部分だとか、その車のラインとかがやっぱりそのより確実に綺麗に表現できてるっていうのはやっぱりすごく良くて、ああいうシーンで撮った時によりこう一層生きてくるのかな。フィルムシミュレーションはいつもベルビアを使ってて、まあ、そもそもベルビアの色が大好きで、まあ昔ベルビアですと感度50、100っていうところまでだったのがもうちょっと上げてなおかつそのベルビアの色が使えるっていうのは被写界深度の深さだとかをかなりこう自由に撮れるっていうところで、その感度を上げられるってことはすごく助かってます。例えばその今回の NSX の UK を見ても、まあ、フィルムでいうところの流浄性、フィルムっぽいことはもちろんフィルムっぽいんですが、それがこうギュッとこう詰まったような感じがよりこのカメラでは感じました。フィルムシミュレーションベルビアっていうのは色だけじゃなくてそういう流浄感がかなりこう近いかなと。大きいカメラで撮ってるっていうのはなんかこう撮っててもこう気持ちがいいんですね。ちょっと時間をかけながらじっくり撮るというその行為がなんかすごく楽しくて、刺激をすごい与えてもらったんで、そういう意味ではこのカメラは昔のその時間を間違いなく思い出させてくれないとは思っています。